when you talk that talk. Making it in New York. Let it take your heart, taking it by storm. New Yorkers. Hello, everyone. Welcome to a brand new episode of New Yorkers. I'm your host, Sally Oguri. Entertainment の都、ニューヨーク。特に劇場が集中しているタイムズスクエアに来ています。しかし素晴らしいパフォーマンスに出会うのは必ずしも華やかな劇場のステージとは限りません。今回のニューヨーカーは地下鉄の駅や広場などどこでも進出鬼没、赤道直下の国コロンビアからやってきたラテンダンサーです。通行人をあっと言わせるちょっと過激なダンスを披露しますのでお楽しみに。でもその前にまずはこちらのコーナーです。What's news in New Yorkers? ダンジガーさん、こんにちは。こんにちは。今日のトピックは何でしょうか。このほどミッドタウンにある何の変哲もない小さな教会で19世紀アメリカの巨匠壁画家ブルーミーリーによる非常に大規模な壁画が発見されました。それはまた謎めいていて興味をそそられますね。今日はその話題をご紹介しましょう。ことの発端となったのは教会の後方に描かれた3点の壁画。ニューヨーク大学のコンスタンス・シルバー教授が調べたところ、実はこの3点の壁画は教山のほんの一角。なんと現在は白いペンキで塗りつぶされている教会の壁全体に巨大壁画が眠っていることが分かりました。しかも壁画の作者は19世紀イタリアから渡米した巨匠コンスタンティーノ・ブルミーリ。 It could really be brought back to what it looked like、when the decoration of the church was completed about 1868, and that would make it something very important. 教会全体の壁画を補修するには6年の歳月とおよそ4億円の費用がかかるということで、教会ではその資金をどうしたら調達できるのか頭を悩ませています。マンハッタンにも未知なる歴史がまだまだ潜んでいるかと思うと、想像力をかきたてられてなんだかワクワクしますよね。そうですね。先日はアパーイーストサイドでもミケランジェロの手によると推測される彫刻が発見されたんですよ。あら、すごい。ただし美術品の世界では偽物もたくさん出回ってますので、それをきちんと見極めたいものですね。Who's news in New York?ニューヨーカーたちの足、地下鉄のホームにやってきました。一見殺伐とした駅もストリートパフォーマーたちの出現によってちょっとした舞台に早変わりします。ニューヨークでも一番多くの地下鉄が交差しているタイムズスクエアはストリートパフォーマンスの中心地。大道芸人たちの顔ぶれもとても国際色豊かです。その中でも特に目を引くのがこのカップル。南米コロンビアからやってきたダンサーのフリオ・ディアスさん42歳とパートナーの人形ルピータです。リオさんは故郷のコロンビアでカカシからヒントを得て人形と踊ることを思いついたそうです。以来26年間この芸一筋で生計を立ててきました。実はこの人形、フリオさん手作りの作品なんです。エラコンパニエラペフェクタポケノセカンサイアラオラケヒロバイダンバイナコンミュー。Uno se ríe y de ver, oiga, qué lindo ser uno de novio, porque no se está dando cuenta uno que la demás gente lo está mirando, sino que uno está en, en su mente estar de novio. Entonces yo cuando estoy bailando con mi muñeca, es mi novio. Furio-san は毎日欠かさずここタイムズスクエアに現れ、朝11時から夜遅くまでずっと踊り続けます。おかげでニューヨークではかなり顔が知られるようになりました。フリオさんのこの日の稼ぎは80ドル、他のパフォーマーのおよそ 1.5 倍です。
長い一日が終わるとパートナーのルピータをしまって移動の準備に取り掛かります。人形を片付けると観客もいなくなり、フリオさんのステージは普段の駅の表情に戻ります。フリオさんがコロンビアの首都ボゴタからやってきたのは今から3年前。南米で最もアメリカ合衆国に近い国コロンビアからは、より良い暮らしを求めて毎年大勢の移民が流れ込んできます。フリオさんは故郷コロンビアではダンサーとしてかなり成功し、長年の夢だったディスコを開く準備をしていました。ところがお金の工面がうまくいかなかったため、結局失敗に終わってしまいました。そこで親戚中から借金をして、アメリカで一からやり直す決心をしたのです。フリオさんが住んでいるのはマンハッタンから川を隔てたクイーンズ地区です。地下鉄に揺られることおよそ30分、一日のほとんどを地下鉄で過ごしているのです。部屋はバス、トイレ共同で、広さは4畳半ほど。家賃は1ヶ月で300ドルです。フリオさんは妻と3人の子供をコロンビアに残してきました。生活費のために毎月410ドル送金しています。これはコロンビアの平均的な月収のおよそ 3.5 倍に当たるそうです。Este es el cuarto. El que diga que está en Nueva York viviendo como un rey, pues es mentira porque vean cómo vivo.Siempre todo desordenado, todo vuelto nada, no busco una camisa, no la encuentro. En otros países no se puede trabajar, es muy difícil tener apoyo, es muy difícil conseguir el trabajo porque está tan... Pero yo veo mucha forma de salir de mis hijos adelante. Y si yo tengo ideas, tengo arte, tengo algo que ofrecerles, que soy una persona sin estudio, yo me puedo imaginar que si mis hijos tienen un buen estudio, ellos se pueden apoyar algo, ayudar más a este país.別名リトルコロンビアとも呼ばれるクイーンズ区のジャクソンハイツです。ここに住むコロンビア人は3、40万人とも言われ、人口の 70% を占めています。その次に多いのがメキシコ、ドミニカ共和国、エクアドルなどラテンアメリカの人々です。街ではスペイン語が日常的に使われ、食料や雑貨などの輸入品は何でも手に入ります。外に帰るための格安航空券を売る店や、移民手続きを代行する弁護士事務所なども至る所にあります。フリオさんは毎朝決まって近所のパン屋さんに立ち寄ります。この店には懐かしいコロンビアの味がずらりと並んでいます。ユカと呼ばれるお芋のパン、トウモロコシを砕いて蒸した甘いタマレ、肉入りチマキなどが手頃な値段で買えるのです。フリオさんがニューヨークで唯一ホッとできる場所、それがこのパン屋さんなのです。フリオさんはアメリカに残るため永住権を取ろうと考えています。そのためにヤンキースタジアムやホワイトハウスの前など大勢の観客が集まる場所で踊ってきました。アメリカでは独創的なパフォーマンスで高い評価を受ければ芸術家として永住権を取ることも不可能ではないのです。そんなフリオさんに願ってもないチャンスが巡ってきました。ストリートではなく本物のステージに出演する依頼が来たのです。フリオさんは晴れ舞台のために今までで最高の人形を作ることにしました。人形
の材料は全てこの近所で手に入ります。体の部品の他にメイク用品、カツラや靴、ドレスなどが必要なため、1体の人形を作るにはおよそ400ドルの材料費がかかります。一定の収入がないフリオさんにとっては大変な金額です。フリオさんが家族の次にお金をつぎ込んでいるのが人形なのです。このお店ではお客の注文に合わせて天気を混ぜ合わせてくれます。フリオさんは今回作る人形の顔に塗る色を特別に調合してもらいます。フリオさんの行きつけの仕立て屋です。この店のオーナーはドミニカ共和国の出身です。職人さんたちもみんなドミニカ人。デザインもすべてスペイン語で細かく注文することができます。フリオさんはニューヨークに来て以来、人形の衣装を全部この店で仕立ててきました。でも今回は晴れのステージ公演、舞台の上で見栄えがするようドレスの飾り付けにも特にお金をかけました。いよいよフリオさんが人形作りに取り掛かります。フリオさんがこの部屋で作った人形は全部で3体、それぞれ名前がついています。人形の材料は捨てられたマネキンの頭、その顔を削り自分の思い通りの表情に作り直します。今回のモデルはコロンビアに残してきた妻のグロリアさんです。口には本物の入れ歯、目にはガラス玉をはめます。まつげも一本一本手でのり付けします。Gloria es una mujer muy linda que es mi esposa. Aunque. Está modelado de mi esposa. Sí, una mujer muy linda. Porque la conocí joven. La distinguí de 13 años. Entonces, como mi primer amor, aunque yo he vivido la vida, yo he tenido muchas mujeres, ¿no? Pero para mí, ella, por ser una niña, aunque la distinguí de 13 años, 12 años, se casó conmigo a los 14 años, 15 años se casó conmigo.Que no bailaba porque había un poquito público, porque yo hago un ridículo, que no, que usted baila bien, no, yo no voy. Cambio con mi muñeca, uy, un disco bueno, ahí mismo saco mi muñeca y lo bailo, no dice, no. No, claro, ríe. Y es más, que ya no quiero bailar más con ella, la envuelvo, la meto en el bolso, más. 人形が完成するまでにはおよそ20日間かかります。その間はアパートにこもりっきりになるため、ストリートパフォーマンスもお休み。収入もありません。いよいよ今夜はフリオさんのステージです。本番前にコロンビアの家族に電話をかけることにしました。この店ではコロンビアに送金すると5分間まで無料で国際電話をかけることができます。フリオ、セサルディアス。ああ、キノレシビ。グロリア・コンスウェロ・ロドリゲス。Gloria Consuelo Rodríguez, dirección. Firme ahí, por favor. ¿Qué hace? 最初に出たのは妻のグロリアさんです。その後に16、14、12歳の子供たちが次々と電話口に出ます。¿Cuánto?
plata, mamita, pero si Dios quiere, en esta mañana voy a decirle mando para que vayan a un paseo. Chao, mi gordita linda, preciosa. いつ再会できるのか見通しもつかない家族の声、5分間の電話はあっという間に終わってしまいました。今夜のステージはリトルコロンビアの中心にあるナイトクラブです。オープンしてから30年になるこの店は、週末になると大勢のラテンアメリカの人々でにぎわいます。やっと出来上がった人形、グロリア。Esta mujer, lo digo, no lo piensen a mal, piénselo en que la quiero ya como una muñeca, porque esta muñeca es, representa a una mujer. Ella es la que sostiene mi hogar. Ella es la que sostiene mi esposa, mis hijos, me da para comer, me da para vestir, me da para todo. Si yo salgo a bailar solo, no me botan una cora, pero si yo bailo con esta muñeca,resulta que con esta muñeca lo tengo todo. 最後の仕上げは女性ものの香水。さあ、これで二人の支度が整いました。Queridos amigos, Chicho y Añanza, ahora juntos se complace en tener aquí artistas colombianos e internacionales. 外は冬の雨。それでもフリオさんの評判を聞きつけたお客さんたちが集まってきました。ゴリアと2人でやっと本物の舞台に上がったフリオさん。今夜の踊りにはいつにない激しさと真剣さがあふれます。今日もまたフリオさんは人形と踊るため地下鉄に乗り町へ向かいます。固く目を閉じて踊るフリオさん、その表情は楽しかったグロリアさんとの思い出と踊っているかのようです。浮き沈みの激しいエンターテインメントの世界で大きな成功を収めることができるのはほんの一握りの人々です。それでも明日になればまたフリオさんのようなパフォーマーが活躍の場を求めてこの街を訪れます。そんな多彩な人々を受け入れる土壌こそがニューヨークの底力なのでしょう。さて、stay tuned for next time on New Yorkers。 寒い冬も吹っ飛ばす元気なニューヨーカーの登場です。お楽しみに。 Thank you for watching everyone. Until next time, buena suerte. See you again. Oh, I know that we can change this world, but first you're gonna have to believe. Oh, believe, say yes, we can change this world, but first you're gonna have to dream. Everybody dream, turn our dreams into reality.